はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、ブルドッグ顔を解消する方法をお届けしたいと思います。はい、まあ、僕ね、ブルドッグ顔を解消する方法のね、セルフケアもたくさん取ってるんですけども、まあいつも言っているようにですね、あなたに合うものを選んでいただいて、チョイスしていただいて、あなたのオリジナルをね、作っていただけたらなと思います。で、僕はですね、たくさん動画配信しているのはそういう趣旨があるんですけども、まあ、今回もね、お悩みというか、ね、相談があったんで、このブルドッグ顔を解消する方法ということでお届けしていきたいと思います。でですね、いつも使っているですね、この炭酸性スプレー、もちろん使っていくんですけども、まあ、これを使ってセルフケアする方が効果があると僕最近ね、お伝えしているんですけども、まあ、ブルドッグ顔もね、原因としては筋肉の疲れであったりとか、筋肉の疲労であったりとかね、衰えっていうのもあるんですけども、その筋肉が衰えているだけで諦めるんじゃなくて、その今の筋肉のある状態ですね、今のこの状態をですね、いかにどう保つかっていうところが僕の中でですね、最大のポイントになってるんですよ。まあ、疲れている筋肉をですね、諦めるんではなくて、この疲れている筋肉、老化している筋肉をですね、いかにパフォーマンス上げていくかっていうところが僕の問題だと思うんですけども、これね、筋トレと一緒なんですよね。やっぱ筋トレっていうかね、こう歩くのもあるじゃないですか。ウォーキング、お年寄りの方でね、歩いたりして足腰を鍛えるっていうのもあると思うんですけども、まあ、そういうのと一緒ですね。もう年いったからもう歩けへんっていうよりも、やっぱり頑張ってですね、歩く方が足腰鍛えられるじゃないですか。そういうことで、この顔がたるんでもう嫌だって言うてるよりも、この顎のね、下顎のね、筋肉をですね、いかに、従来通りの働きをしてもらえるかっていうところが、このスプレーの力に頼っております。はい、でですね、これを早速ですね、顔にかけていきたいんですけども、1周2周かけてください。で、結構ね、ボトボト感があります。これですね、粒子は細かいんだけども、かけるとやっぱりこうね、水というかですね、これは染み込みやすくなって、この状態ですね、炭酸が、皮膚から染み込んで毛細血管を拡張して、血液の循環、血行良くしていきます。で、血行良くしていくと、この疲れている筋肉とか、老化している筋肉に栄養素がこう送り込められるので、筋肉の働きがですね、今よりも、数段アップします。これね、なんて言ったらいいかな、例えがちょっと僕下手なんで申し訳ないんですけども、なんですかね、プロテインにも近いけど、ドーピングって言ったらなんかちょっとイメージ悪いしね、なんかこう血液の循環を良くするっていう時でね、ちょっと捉えておいてもらったらいいかなと思います。で、筋肉のね、状態が動きが良くなってくる時に、このセルフケアをしていくんですけども、この下顎、ここのね、頬の筋肉と、この後筋っていう筋肉があるんですけど、ここの筋肉がですね、ポイントになってきます。で、ここがですね、硬すぎるとたるみやすくなってくるんですね。なんていうんですかね、ここはね、本当に咀嚼するとかお話しするとかで、ここの筋肉は、ね、だいぶ使って疲れてるんですよね。年齢とともにやっぱりね、疲れて溜まっていくんですよ。これ体と一緒で、歩いたりとか山登りとかして次の日疲れるのと一緒で、ずっとね、使ってるとやっぱ疲れるんですよね。でも顔のその疲労回復ってあんまりしてないんですよね。皆さん やられているのは、お肌を整えるために美容液乳液を使うだけで、この中の筋肉を休めてないんですよ。結局のところこの表面の皮膚だけなんですよね。そこがダメなところというかですね、良くないところで、僕はですね、この筋肉をですね、まずクールダウンですね、クールダウンさせて、栄養素を送り届けることによって筋肉のパフォーマンスを上げるっていうところなんですね。そのついでに皮膚の状態も良くなるっていうところなんですよ。だからちょっとね、皆さんと発想が違うかもしれないです。で、セルフケアもね、僕はね、筋肉のその疲労であったり筋肉の疲れを取ってからセルフケアするんで、ぜひね、この方法ですね、皆さんにシェアしていただけたらと思います。結構ね、コメントでね、あ、そういう発想であるんだとかですね、あ、なるほどねって理解していただける方が非常に増えてきてですね、僕も YouTube やってた回がございます。はい、でですね、今から早速やっていきたいと思うんですけども、この後筋っていう筋肉が疲れてるって先ほども言いましたけども、ここの筋肉をまず柔らかくするっていうところですね。で、指をですね、こんな感じ、親指、人差し指、中指を使います。こういう形で挟みます。こっちの手の方がいいかな、右の後筋を触るときは左手の手でガシッと掴んでください。ガシッと掴んで、こうでね、前後に20秒揺らします。つまんで揺らす。いきますよ、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。じゃあ次反対ね。はい、いきますよ。よーい、スタート。12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。あ、だいぶ柔らかくなりましたね。でその次はですね、こうしましょうか。こうして両手でやる場合はね、僕はもうこうやってほしいと思います。こっちでね、当たりにくいんですよね。親指がどちらかというとこの口側に来てほしいんで、こんな感じで両方でまとめてね、お急ぎの方はこんな感じでやってほしいんですけども、やりにくいですよね。やりにくいんで片方ずつやってください。はい、僕はですね、いつも片方ずつやってるんですけども、お急ぎの方用でね、ちょっとこうおすすめでねさせてもらうんですけど、こんな感じでやりにくいですよ、やっぱりね。片方ずつやりましょう。はい、こう前後ね。その次が上下です。こういう感じで、これ20秒ですね。がっちりつまんでください。結構強めで結構です。はい、いきますよ。よーい、スタート。12、13、14、16、17、18、19、20。はい、 OK です。はい、次こっちですね。はい、上下ね。はい、いきますよ。よーい、スタート。12、13、14、16、17、18、19、20秒ですね。20秒をこう前後上下をこれ3セットしてください。で結構ここが硬い方は痛いかもしれません。痛いかもしれないんですけど、ちょっと痛気持ちいい感じぐらいまで追い込んでください。痛気持ちいいところです。痛いのはダメ。痛気持ちいい感覚でつまんでください。つまんで前後上下20秒ですね。はい、これを3セットですね、やってほしいと思います。でこの状態でね、柔らかくなってきたら、この筋肉がね硬いとパフォーマンスが出にくいんですよ。簡単に言うと、筋肉が硬かったらこの頬のね筋肉とかもこう元にこう戻りにくいんで、まず柔らかくするっていうところがポイントです。でその次にこの頬の筋肉なんですけども、これは指2本でですね、こんな感じ上に上げて、こういう感じで押さえて上下に20秒ですね。これも筋肉を柔らかくするっていう、意味を含めまして、こういう形で20秒ですね、動かしてください。ではいきます。よーい、スタート。12、13、14、16、17、18、19、20。はい、 OK です。はい、こっち。よーい、スタート。12、13、14、16、17、18、19、20。はい、 OK です。これもね、同じように3セットやってください。でここがね、柔らかくなってくると、次ね、この上に、下から上に上がりやすくなってきますんで、もともとね、このブルドッグ顔っていうのは、ここがこう詰まってる、こう下がってきて、こう膨らんでしまってるんで、ここを上に上げたいんであれば、まず周りの筋肉を柔らかくします。柔らかくしてから、このですね、こう溜まっているこのブルドッグのシワになっているところですね、これをですね、上に、ここを使って、上にこうぐーっと上げます。ぐーっと上げます。これで20秒キープです。じゃあいきます。よーい、スタート。12、13、14、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。でこの後にぐーっと後ろに耳たぶの方までぐーっとこうスライドしてください。20秒キープした後、後ろに耳たぶの方にスライド。はい、よろしいでしょうか。はい、まあ、これをですね、これも3セットやっていただくと、このブルドッグの顔がですね、ブルドッグ顔がですね、どん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 こうなくなってきて、こう上がってくる、リフトアップですね。はい、こういう感じですね。はい、20秒やった後に後ろにスライド、これを3セットです。はい、よろしいでしょうか。まあ、これをですね、やっていただくと、ここのブルドッグのね、この顔のたるみっていうのがね、徐々になくなってきますんで、まあ、1日寝る前にね、1回、まあ、3セットですね、やっていただけると効果出ると思いますんで、ぜひ一度ね、試してみてください。
はい、まあ、これですね、今日は終わっていきたいと思うんですけど、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではですね、また次回お会いしましょう。さようなら。